お待たせいたしました。宅配便が来た。宅配便だ。化粧品が届きましたよ皆さん。ちょっと待ってね、住所剥がすから。お待たせ。ちょっと髪がパーンってなっちゃった。宅配便、イエーイ、来たよ。化粧品だよ。嬉しい。使おうっと。あの過去の自分が注文して今届いて、未来の自分が支払いをします。なんて恐ろしいんだ。キャー、素敵。ハイライトを買いました。いや、置き配に玄関の前に置いてもらいました。だからこれ出てませんよ、安心してください。玄関の前にお願いしますって。こんばんは。かわいい。めっちゃかわいい。でもちょっとね、ハイライトがすぐ割れちゃうの私、買っても。今使ってるハイライトがバキバキで、前も買った時バキバキなって買い直したんですけど、またバキバキ、なんかすぐ割れちゃうんですよね。そう、置き配した、割れがち。そう、お化粧品のハイライトね。そう、鼻とかに塗るやつ見ますか、割れたやつ。すっごいね、割れ方してんのよ、マジで。ほいしょー、いて、ほいしょ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 。すっごい割れ方をしてまして、これがこのイニスフリーのハイライトなんですけど、割れてさ、ほら分かりますか、粉々なの。ちょっと開けるのが恐ろしいぐらい、ほら粉々なんです。これはもともとペターってなってるのに粉々で、もう大変なことになってるから、じゃあこれと今日でさよならで。これすぐなるの。そういうもの、なんか普通の人ってさ、化粧品持ち歩かないじゃないですか。でもこういうアイドル活動とかしてると、メイクを家じゃなくて、あのお仕事先でするじゃないですか。公演とかの前とか、リハーサル終わってお仕事、リハーサル終わって公演の前とか撮影の前とかに、こういうポーチに入れて持っていくわけよ。でも普通の人って、あの家のそういうお化粧の直すとこに入れて、家でお化粧して、で持ち運ぶ、なんかリップとかだけ持ち歩くみたいな感じなんですけど、でもね、そういう持って歩かなきゃいけないから、そう、耐久性をさ重視して作られてるわけじゃないじゃないですか、こういうのって。だから無理でしたね。すぐポーチとかもね、メイクポーチとかも売ってるんですけど、普通に雑貨屋さんとか行けば。でもちっちゃいんよ、本当にリップが入るとかちょっとしたものが入るやつしかなかなかなくて、これはたまたま見かけたでかいサイズのポーチだからよく使ってるんですけど、ね、なかなかいいサイズのが見つからず、シンプルで持ち運びやすくてみたいなのがね。中にね、あのポーチってでかければいいってもんじゃなくて、中にその立てかけられるやつがあったりとか、なんかそういう自分なりのこだわりがありすぎてさ、なかなか見つからない。色はシンプルがいいから、白か黒がいいと思ったけど、なんか白って汚れるって思うじゃないですか。でも逆に黒の方が汚れが目立つ、お化粧品って。こういうなんかパウダーとかって白いから、あのコンシーラーとかなんかね、肌のこういうさ、こういうやつってさ、黒についた方が目立つから、学び、それ新たな学びです。ぴょん。
そう、なんか今時の人ってさ、バッグすらちっちゃいじゃん。本当にスマホも入らんでしょみたいなサイズの持ち歩いてる人多いからさ、何入れとんだろうね、ああいうおしゃれ女子の皆さん。私はね、結構いろいろ持ち歩くタイプよ。お薬とかリップ、クシ、鏡とかです。いろいろ持ち歩くタイプ。現金を直で持つの？やば。確かに電子マネーとかさえあれば結構いけるよね、今時。確かに確かに。黒さん、ラブレターありがとう。裁縫セット、今時裁縫セット持ち歩いてる女います？いるのかな。え、いいね、いい女じゃん。こんばんは。いやー、アメちゃん、え、私アメちゃん持ち歩く。なんかよくさ、お腹すくからさ持ち歩くよ。ゼータン、かわいい、ありがとう。カバンが巨大化していく、わかる、わかります。この前ソラハさんにお正月にさ、カバンあげたんよ、お年玉って言って、ブラウンのカバン。そしたら今日使ってくれててめっちゃ嬉しかった。なんか気に入ってもらえるか不安だったんですけど、よかった。何が欲しいって言われて、お返し。でもお返し私いらないんですよ、別に。あげたくてあげてるからさ、なんかお返しもらったらまた申し訳ないって気持ちになっちゃうからいらないんですけど、今日さ昼寝した時にも思ったけど、私の前も何回かやったことあるけど、私の家のベッドが、私が組み立てを失敗したせいで、もうちょっと普通によし寝るかって布団に入っただけで揺れるんよギシギシって言うんですよ。で今日もソルハさんと昼寝した時にもううるさすぎて普通に布団に入っただけになるから、うるさってなって二人で、だからベッド欲しいですって言ったら、え、ベッドって高いのって言われて、いや高いですよ、冗談でね、欲しいですって。本当に不安定なの、ネジを締めすぎちゃって木が割れてて、バランスが悪いベッドで寝てるんや毎晩。だから疲れが取れなくてね、私の家の布団ってだからソラハさん家に泊まった日めっちゃ熟睡なんですよ、爆睡熟睡なの。そう、ネジを締めすぎてさ、でもなーと思って、別に寝れるし、その寝る瞬間だけうるさいだけ、寝てる間とかは実際わかんないから別に気にならないんですけど、なんか処分するのも大変じゃないですか、これって組み立てたってことはさ、何、分解して業者さんに取りに来てもらったりとか手続きもしなきゃだし、もう面倒って思ったから、もういいかなって、別にいいかなと思ってるけど、私はね。こんばんは。ねえ、どうなんでしょう。でも木が割れちゃってるからね、もう戻らない気がする。そう、今日ジェイソンの日ですよね。え、なんかさ、ジェイソンって何をする人なんですか？結局何者なの？毎年聞いてるかな。目尻が上がった。嘘。引っ張られたからか。クロさん、餅ありがとう。餅、ジェイソン、このファンデーションなかなか減らない、もう全然減りません。蓋なの、これを持ち歩いてるんですよ。こういうのを持ち歩くからさ、こういうポーチじゃないと入んないわけよ、はい。ジェイソンはなんでそうやって人を追いかけるの？なんか人が嫌なことしちゃったのかな。ジェイソン、誰なのジェイソンって。
今なんか来たら困るな、ちょっとなんか背後から来そうで怖いもん。でもチェーンソー持ってるでしょ。落とし物を返したい。そうなの？あ、チェーンソーじゃないの？ジェイソンは。いやー、13日の金曜日にコロナになりました。症状はきついですか？ゆっくりたくさん寝てください。でもなんか寝れないんですよね。なんかさ、唾が飲み込めないじゃん。人によると思うけど、私は寝れなかったです。全然もうずっと唾を吐き出してた、ゴミ箱に。飲めないから。あ、斧なんだ。そうなんだ、斧がジェイソン、斧ジェイソン。へえ。似たもの、似たそっくりさんってことか。ほう、もうなりたくないもん、私もコロナ。でもそう言ってたらフラグになるからさ、ちょっと言わんどこ。もう東京と沖縄までは元気にいたいよ。元気でいたいよ。こんばんは。じゃユニバのハロウィンにいたチェーンソー持ったやつ、あれはジェイソンじゃないってこと？あれは何？めっちゃブワンブワンみたいなやって追いかけてきた。クロさん、花束ありがとう。バー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 。オノジェイソン、いそう普通に。オノジェイソンさん、こんばんは。やっほー、団子にした。見えるか見えるか。こんばんは。雨なんですよ。明日も雨らしい。私雨の日ってなんか体調を崩しやすいというか、頭痛くなったりとかお腹痛くなったりとか、あと気持ち的に下がっちゃうから、ちょっと晴れてほしいけど、畑には申し訳ないけど晴れてほしいなと思っています。超雨だった。だからさ、ソルハさんとせっかくカフェ行ったけど、ずっと傘とかさしててさ、雨の音で会話も聞こえないし、全然喋れなかった気がする。いつもより寂しい。あ、待って、今日金曜ロードショーの日だ。私の大好きなマーニーや。マーニー、あ、そうだね、関東も雨降るかもね。明日とか降るかな。広島でいっぱい降ったら降らんかな。そう、頭痛にね、つながる。マーニーだよ。今雨降り出した。おお、広島のやつが届いたのか。福ちゃん、回復薬2個ありがとう。マーニー、でもマーニー好きだけど、私ね何年も見てないですね好きだけどさ、なんかマーニーって最初の方結構モヤモヤするのよ。あれなんかね、悲しい気持ちになるのよ。早めに服用、 ありがとう事前のね、ありがとう。トニーさん、文字熟語ありがとう。そう、広島とつながってるよ、世界中の空は。マーニー、マーニーね、見てください。ぜひ最初結構もやつくけどもっとねってなる。なんかね、串で溶かすシーンみたいなとか、お願いするまでもなかった。いやでも分からん。でもね、あれですね、びっくりすると思いますよあの、多分
ル塾。ボル塾さんいいよね。びっくり、あ、マーニーの話じゃないです、びっくりは全然違います。コメントに対する返信でした。返信というか返答。マーニーは別にびっくり、あ、でもマーニーもびっくりしますけど、全然ね。ボル塾さん、なんかさ、なんか良くない？私さ、なんかあの空気感というか、お互いが支え合ってる感じ好きです。ボル塾さんスイーツ詳しいのいいよね、すごいよね。だって自分でさ買って食べ歩いてるわけじゃないですか。でやっぱ費用もかかるじゃん。それを教えてくれるんよ、無料で。やばくない？テレビとかで教えてさ、そしたらまた人気になって買えなくなるじゃん、買いづらくなるじゃないですか。なのに教えてくれてすごくありがたいよね。マーニー、陣内さんタコーありがとう、安部さん餅10個、黒さんアイスありがとう、ラビット、ラビット好きです。キリンの川島さんでさ、おもろいじゃないですか、なんかすごいよね。ね、絶対いい人だと思う、田辺さんって。ボル塾さんみんないい人だと思う。だってなんかお互いの個性をちゃんと尊重している感じがする。わかんないけど、テレビで見てるイメージだから、勝手なあれだけど、イメージだけど、だってさね、ツイッターとか YouTube とか見てもそんな感じを勝手に感じてます。阿佐ヶ谷姉妹さんとか、こんばんは、また今度。うん、こんばんは。さっきまで一緒にいたんですけどね、帰っちゃいました。ソラハさん昼寝しとったけど帰ってった。その帰った理由を聞いたらびっくりするかもって。だから多分なんかパセパーじゃないとって言ってくださってたけど、そんなことないかもって思いました。私は今日、そう、ボル塾さん4人なのよ。そう、あの産休と育休かな、でもう一人いらっしゃる。さっきね、お猿のジョージ見てた久々にお猿のジョージ見た。ただいま、おかえり、やっほー。もう8時なんですね。そう、あのツイッターで、ツイッター、ボル塾さんのツイッター私たまに流れてきて見るんですけど、なんかすごい空気感が良いね、すぐ帰ってきたみんなもただいまって言ってね、おかえりっていうか。おさのジョージユニバで会ってない、いるの、いたの、え、会ったかな、会ってない気がするけど。私キティちゃん会いました、ハローキティ、あとミニオンも会った、スヌーピーも会いました。スヌーピーのなんか一族みたいなあったあとはあとなんかあったかな。ミニオンはね、ハロウィンのコスプレだった。コスプレっていうか仮装。喧嘩はしてないよ、全然仲良ぴ。でもきっとあの思ってくださってるほど、そんな私は大きい存在じゃないかもですね。でザイズハートさん、アイスありがとう。ピタゴラスイッチ好きです、超好き、ちっちゃい頃から見てるよ。でもあれ難しいよね、絶対何テイクぐらい撮るんだろう、何テイク撮ってるんだろう、あれ一発撮りですかね。え、でも結構運じゃない、ちゃんと機能するかどうかって。ジロ君ありがとう、お断りです。可愛いはもらうけど結婚してお断っちゃう断っちゃうよ。クッキーモンスター推し、え、クッキーモンスター、え、エルモとか会ってない、いたの、
行きたいんですよ、あのスパイファミリーのさユニバのやつ始まるから行きたいけど、2月行きたいな。でも絶対人多いよね最初、2月から始まるからさ絶対多いけん、ちょっと落ち着いてから行きたいけど、タムラとも行きたいって言ってるのでタムに会いに行きたいです。ピタゴラスイッチ、ジブリ作品詳しくない全然私、あのもののけ姫とか見たことなくて、あとナウシカ見たことがないさ、なんか怖いイメージがあって、だからバルスもよく分かってないんですよ。いつもツイッターでやたらバルスが流れてくるなぐらいの印象ですね。でかい黄色いの、ああのアヒルじゃなくて、なんとかかんとかわかるよ、顔わかるよ、あのもじょもじょの黄色い頭の背がめっちゃ高くてバスケうまそうな見た目のやつね。絶対バスケ部にいたらもう無敵みたいなやつね。わかるよ、通じます。ウェザーイズハートさん、ハートありがとう。ハートなんだっけ、あビッグバード、あそのままじゃんそのままの名前だった、でかい鳥だった。バスケうまそうじゃん、だってビッグバードか。え絵でもねちっちゃい頃見た気がするアニメ。え金曜ロードショートムとジェリーやるの、嬉しい。ユナナ知ってるかな、ユナナトムとジェリー好きなんよそうなんや。クッキーモンスター、クッキーモンスターいいよね、いつもクッキー食べてて。私はアイスモンスターよ。見なきゃ楽しみ、見なきゃ。コナンの映画は見ますけど映画館までは行かない、私映画を映画館で見ない、あのテレビで放送されるまで待ってる人ちょっと映画館が怖くて、閉所恐怖症と暗所恐怖症でして。あー映画系のトムとジェリーか、あのアニメのなんか DVD とかであるやつではなくってこと、なんかやたら画質がいいやつか、なんかちょっとツヤツヤしてるトムとジェリーみたいな感じの見た目のやつか。アンピー恐怖症、アンピーは全然恐怖症ですね、もっと求めてます。テレビ待っちゃうよね。映画なんか今やってる、あスラムダンクかまだやってるんかいね、行きたいんやけどね。そう広島の映画館になったらやっぱソレイユまで行くんかな。広島に来て映画館行ってないんですよ。広島 ST 入ってから1回だけ映画行って、それは長崎の映画館お母さんと行った、科捜研の女見たぐらいで、広島ではまだ見てなくてさ、なんか見たいけどある？今年のおすすめ、なんか私が好きそうなやつありますかね。ああとドラマをなんか録画をね、過去の自分が録画してたっぽくて、今期のドラマで今日やっと1話見たんですけど、昨日たまたまテレビつけたらそのあるドラマの2話の刑事ドラマなんだけど、その2話の犯人を見つけるところ、犯人が発表されるところのシーンから見ちゃって、え何このドラマ面白そうと思ったら録画リスト見たら1話も入ってて、で今日1話見たんだけどめっちゃおもろかった。あの長濱ねるさんの出てる刑事ドラマをあの今期見ようかなと思っております。まだ1話だけど、昨日2話が放送されて2話のネタバレはもう見ちゃったからちょっとそうおもろいの、なんかちょっと刑事ドラマっていうやつじゃなくてコメディ要素のあるような刑事ドラマでした。めっちゃおもろかった。あそう西島さんの、そうそれそれめっちゃおもろくて、
その昨日の美和の犯人のところがめっちゃおもろくて、何個のドラマめっちゃおもろいやんと思ったら1話が録画されとって、あ、先週見てなかったんやって、あ、アウトサイダー、それかも、それかもです。何それ、カラス、何何それ、え、岡山、一系のカラス、え、気になる、ちょっと覚えとこ、メモしたい。え、いつから始まる、もう始まってるの、え、スピンオフドラマとかあるんですか、見なきゃ、テラサ、わかった、ちょっとメモさせて、私頭がちょっと今立ち位置とか振りとかでもパンパンで記憶力がね皆無なんよ。メモするものなんかあるかな、あ、レシートがある、レシートレシートの裏にメモします。何でしたっけ、あ、今日からなの、何だったっけ、一系のカラス、メモするね、行きたい、あとテラサで長浜ねるさん、 OK、 メモした。何何、星になってる、なんだろう、気になる、あ、ギャオでも見れるの、じゃあテラサかギャオで見るね。おお、あ、ドラマもやってたの、え、ドラマ見てないけどいける、裁判官の話、あ、そうなんだ、おもろそう、え、ドラマ見てないけどいけますかね、予習した方がいいやつですか、もしかして岡山なんだ、気になる、そういう裁判官ってあれ、あれみたいな、あのヒーローみたいな、ヒーローじゃない、なんだっけあれ、あれなんですか、あれヒーローみたいな感じのやつ、そんな雰囲気、あれ裁判官、あれは何、弁護士、何、私のお母さんが超好きなんよあのドラマ、ヒーローね、お母さんがね、あ、ケンジか、あ、ケンジだね、あれは違うのか、もうちっちゃい頃からずっとお母さんヒーローを見ると、あとはなんかいろいろ、私のお母さん何見てたかな、なんか結構ドラマを見るの好きで、刑事ドラマとかもすごい好きでさ、癖のある裁判官、気になる、見たいです、めちゃめちゃ有益情報、嬉しい、教えてくれてありがとうございます。クロさん、回復薬ありがとう。TVerでやってんの？え、いつまでやってる？え、PR 舞台のさ、沖縄とか終わってもやってるかな？え、見たいです。でも今は集中せねば、多分きっと頭がもうパンク。見たい見たい、ずっとやっててほしい一生。ザイズハートさん、花束2個ありがとう。2個。もっと早く知ってればよかった、予習しとけばよかった、ありがとう教えてくれて、こんばんは、いいですね、映画連動のドラマがある、明日？分かった明日ね、ちょっとメモせんと忘れちゃう、明日の1月14日の21時、ありがとう、じゃそれも録画しとくか、あ、生田絵梨花さん、すごい気になる、こういうの大好き私、刑事ドラマとか、ポニテ団子よ、見える、見せ方か、ほう、捜査を始めちゃう、ほう、好きそう、私そういうなんか勝手に操作しちゃう人とか好き、
あの右京さんとかお宮さんとかそういう勝手にあの遺留捜査の糸村くんとかそういうの好きです。もう言われてないのに勝手に言っちゃう人みたいなの好きだよ。いいね、絶対ハマる。18日までねえやめてよ、マックのナゲットの発売日じゃん。もうすぐじゃん、無理、見れない、間に合わない、やーやーやー、困った困った。困ったよー。あ、 99.9、 あれもお母さん見てた。あれも結構コメディ要素強めですよね。私お母さんが見るドラマを一緒に見てました、実家の頃は。だから特に自分がこれ見たいっていうのはなくて、お母さんが見てたから一緒に見てて知ってるとかが多いかもですね。そう、黒胡椒ナゲットは絶対食べたいから、ソラハさんと食べようって約束した。東京から帰ってきたら食べたいと思っています。東京終わったら一旦あの沖縄もあるんですけど、その前にソラハさんと遊ぶ日を設けたい。一旦ね、ちょっと髪の毛が今日定まらないや。ハマるかな、楽しみ、ドキドキ。私ね、なんかすぐさ、ファンの方にパセリ好きだと思うよって言われるアイスとかも、なんかいろいろグルメとかもドラマとかも教えてもらうけど、大体好きですね。みんなもうよく趣味が分かってらっしゃる、さすがでございます。何でも似合う、本当。何がいいかな、ちょっと髪がさ、昼寝したらボサボサすぎてさ、ボッサボッサボッサさん、こんばんは。ちょっとなんかなんかちょっと昭和感ある、こういうセット。ただのボサボサだけど、ちょっとお姉さんかバブリーだね。いやー、ボサボサなりすぎた、三つ編みしちゃったから。さっき伊白さんありがとう。この服好きですか、マジ。駐在刑事、駐在デカ、え、何それ、おもろそう。どんな、どんな、気になるよ。ドラマいっぱい見たいけど、来月までも見れるやつでよろしゅう。雨だね、私も久々に雨を感じた。バブリー、あ、テレ東なんだ、映らん、困ったね。なんかいい番組ありますか、バラエティとかでも。テレ東か、東京に住むしかないか。こんばんは。パラビ、あ、パラビで見れんの、そうなの。やっぱほら、髪の毛をアップすると目が、目尻がキュッと上がります。今日雨だったからさ、化粧力ストレートおろしで行ったんですけど、めちゃくちゃアイロンして、オイルもめちゃつけたのに、めちゃペチャペチャペチャじゃない、パチャ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 じゃない、パサパサなんちゃってパチャパチャは私だわ、パチャンだ。岡山香川なら映るのか、悔しい。部屋行ってる食費も出してくれるんですか。団子にした、もうボソボソ、パチャンパチャンパチャン。 AKB 新聞受賞おめでとう、ありがとう、嬉しい。あ、みんなに症状見せようかな、
皆さんに症状見せてなかったもん、まだちょっと持ってくるけん待っててもらってもよろしい？よろしくなくても待っててください。ちょっと持ってくるけんさ、ちょっと待って待って、持ってくるけんさっき届いた荷物を整理してから行きます。よし、行ってまいる。向こうに置いている。よいしょ。この卒業式ぶりのこの筒ですよ皆さん。今時はこういう筒じゃないって聞きました、この前ショールームのコメントで。このね、あのこの懐かしい音がします。何年ぶりのこの音でしょうか。懐かしい。いやー、では読みたいと思います。バーン、すごいでしょう。皆さん見てくださいよ。皆さんが褒められたんだよ。私が受賞したっていうよりは、ファンの皆さんの私に対する愛を褒めてもらった賞状でございます。わーい。では読みます。表彰状、花はパセリのものでしょう。STU48 尾崎セリカ殿、あなたは今年5月に決定した STU48 瀬戸内 PR 舞台シーズン2で2期生では最高位となる第4位を勝ち取りました。2013年の第1回 AKB48 グループドラフト会議からいくつもの48グループのオーディションを受け続けて、社会人を経験してまでも夢を諦めずに2019年の STU48 第2期生オーディションで合格。ついに掴み取った憧れの48グループアイドルとして日々全力で活動してきたことがファンの熱い思いを引き出した結果となりました。全員選抜は未経験ですが、なんとねなったんですね今回。7月には花は誰のものを披露するテレビ出演で憧れの柏木由紀さんとも対面。そんな一つずつ夢を実現させている姿は48グループアイドルの原点であり、全メンバーの模範の一つでもあります。パセリの花言葉は祝祭よって、ここにその功績と姿勢を称え、祝いの思いを込めてこれを称します。令和4年12月 AKB48 グループちょっと喉がガサガサなっちゃった。 AKB48 グループ新聞48タイムスアワード2022選考委員会一同、イエーイ、嬉しい。これほら、ファンの皆さんのって書いてるから、ファンの皆さんが受賞した賞でございます。嬉しい、イエーイ、ありがとう。安部さん拍手、亀さん、くす玉神代さんおめでとう、山崎さんかっこいい10個、わーさんブラボー、福ちゃんブラボー、安部さんおめでとう、ジロくん拍手、おみかさんブラボー、ひりあすみさんおめでとう、クックさん拍手、山崎さんいいね6個、ぼんやりさんおめでとう、安部さんありがとうスタンプ、ジロくんペンライト、山崎さんおめでとう、ひはくさんおめでとう、クックさんおめでとう、ありがとう、イエーイ、やったったぞ、嬉しいですね。安部さんお断りですこのタイミングで結婚してギフト、やば。ハリーポッターメガネのひげおじさんおめでとう、ともちさんかわいい、としろうさんおめでとう、山崎さん拍手6個ありがとう、わっ、山猫坊主さんタワーありがとうございます、ひゃー、黒さんありがとうスタンプ、人類作詞ありがとう、津賀さんおめでとうありがとう、イエーイ、なんと皆さん聞いて、盾もいただいたんですよ、タワーの上、ちょっと待ってね、あ待って、ハテノさんこの前これを事務所からさ、事務所に置いてたんですけど、したらあのこの中を開けたらファンの方からの年賀状も一緒に出てきたなんかそう、あれこの前来てたのに見に行ったらなくなってると思ったらここに挟まってたのか、はあ、募集されたかと思いました。
皆さんありがとう年賀状。え嬉しい。パシェの夢がより多く叶いますように応援してますか。嬉しいです年賀状ありがとう皆さん。写真もつけてくださってたりとか文字も書いてくださったりとか嬉しい。ハッピーハッピー、ありがとう。おお、あ2枚送ってくださってる方もいる、ありがとうございます。嬉しいです。うわいっぱい書いてくださってる。体には気をつけてね、ありがとう。ほう、おなんか待って待って、今見た感じみんなちゃんと12月に出してくれてる方だ、これ今来てる方は。ありがとうございます。盾もね、盾こんな感じ。あこのステッカーもいただきました、カッポー、カッポーいただいた。じゃじゃじゃ見えますでしょうか、めちゃめちゃ部屋が反射する。うわー見えますでしょうか、ちょっと私の顔を反射させよう。じゃじゃーん、花パセリなものでしょうって書いてます。飾る、飾っちゃうよ。やったね、そう大事に大事に。この発表がツイッターに出るまではメンバーにも内緒だったから事務所で預かってもらっておりました。嬉しいです。ハッピーよ。そしてこちらのもう発売されてない、もう発売終わっちゃったけど、このクリスマスのパセ、あのとっても素敵、ね、素敵というか結構お気に入りの、特にねこのショットがめちゃめちゃ良いですね。このパちゃんめちゃ良い、このパ良いです、これも良いです。珍しくストレートかもしれない、あ珍しくもないか、グッズはあストレートじゃないや、巻き髪ですね、おろし髪です。この時はランダムなんですよねこれ、そうだからもしなんかお話し会とかのリアルのイベントの現場とかで仲いい方とかにもらってみてください。このさ衣装さんとかカメラマンさんとも話し合ったんだけど、このケープがついてるんだけど、これケープのボンボンが2個あったのね、リボンのボンボンが、でもここの中の下に着てるワンピースもこのボンボンが3個ついてて、このボンボンの大渋滞正解なのかなみたいなのをめちゃくちゃ話し合って撮った思い出の一枚でございます。すごいねいっぱいついております、ボンボン。大渋滞飾るか、でも私実家に送るんよこういう写真って、でもなお気に入りは送らないんですよ。これ気に入っとるけんちょっとこれはキープで、これも気に入ってるけん送らんかった、これ以外送ったけどちょっとこれ送らんくて、あとは送ろうかな、しっかり3枚送ります。だからじいちゃんばあちゃんとお母さんとお父さんちとかで分けてもらってね。ボンボン、よし、じゃタワーのお礼をいただいたのでちょっとお礼します。待ってください。おしゃがんでるやつ当たった、しゃがんでるやつ、パセが可愛いと言ってるやつ、イエーイイエーイ、大事にしてください、嬉しい。そうですね、文字が書いてるのはもらえないですね。ハッピーハッピーハロウィンナー、ほいしょほいしょほいしょ、ちょいとお待ちください。
ポン。え、当たったことあるのみんな、あの金色のやつ。よいしょよいしょ。待ってみんな。あ、猫ちゃんつけるね。キティつけて。あとこんだけになった。今年はいっぱいシールを使ったな。今年じゃない、去年。締めんの当たらんかな、かなか。だいぶ倍率高いよね。だっていろんなメンバーがさいるのに、ランダムだからさ、すごいむずいよね。いつか当ててください。でもさ、なんか申し訳ない気持ちになっちゃうよ。みんなランダムだからっていっぱい買ってくださってる方もいらっしゃるけどさ、私があげたくなるもん、申し訳なくて。でもいつかまた、なんか先輩たちもさ、何年後かとかに、 2,3 年後とかにさ、過去の生写真の個人のランダムみたいな、どの時期の写真家は未定だけど、沖さんなら沖さんって選べる時があったんよ。私もそれで買ったんですよ、沖さんの生写真。だからいつかないっていう可能性、ない時もあるかもだけど、もしかしたらあるっていう場合もあるけん、それを待つのもいいかもですね。え、洋服可愛いでしょ、これワンピースなのよ。歌唱力だったからワンピースにしました。去年は白だったから今年は黒にしてみたよ。でパンちゃんに会った、帰り、歌唱力の終わった後。それ違いだった、それ違い。こんばんは。よよよよよ、福ちゃんブラボー2個ありがとう。イエイ。タバの俺書きます。そう、パンちゃんの歌大好き。私めっちゃうまい、なんかさ、うまいし、なんかパンちゃんの透明感があるし、超好きです。あやパンがおしゃれになりたい。私もなりたいよ。え、パンちゃん、パンの服着てみるかな。なんかニットがね、いただいたりとかして、ニットとか自分で買ったりしてあるんですけど、あの普段レッスン着で過ごすことがさ、特に今月とか先月とかはもうレッスン着生活が多すぎて、まだ着れてないニットとかいっぱいあってさ、暑くなる前にいっぱい着たいんだけどもね、困っている。ニットって可愛いよね、冬のニットの女って可愛いよ。そうに、レッスン着ばっか毎日。花は沖さんセーターの時のキャッチフレーズ、あ、パンちゃんの ね裏で聞いてましたよ、みんなで。沖さんも聞いてたよ、着替えながら。私たちみんな着替えながら聞いてたけど、パンちゃんあやぱやってくれてるやんみたいな言ってたよ。よかったよね、やると思わなかったです。ヨナナの生誕ティー、え、どんなやつ、どんなやつ。ランダム写真開封してなかった、してください。え、教えて誰が出たか、今開いてみてよ。
2023年も1月の13日の金曜日、ぴょん、青いレモン、いいよね青いレモン、好きです。 ST も生誕ティーに生写真セット発売してほしい。わかる、私もね、推しメンの生誕ティー買った時はいつも生写真ついてきてたから、確かに STU ないね、確かに。しかもさ、生誕ティーの生写真って生誕ティーを買わない人、買わないとゲットできないからさ、レア感あるじゃないですか。しかも記念にもなるし、この年から押してたよっていうのもなんか思い出にもなるし、いいよね。確かに確かに確かに。帰宅、おかえり、帰りなさい。無事に帰宅できてよかった。お、パシャのおすすめの出た、ふえー、おめでとう。サイクリング女子っぽい服、セタンティ、うなちゃんっぽ、うなちゃん、うな、マイカいつ出るっちゃろうね、出たいな一緒に。え、美穂のさ、あの美穂の卒業前にマイカーで2期生揃う日あるかなね。でもうな2ポジできるんよ。でソロハさんポジとふのたんさんポジができるんですよ、うなちゃん。だからもしかしてその場合、うなちゃんが出る場合、私はココアさんポジとかになるんかな、どうだろう。でも私もミホポジもでき、ああでもノアピもミホポジ、もうなんかさなんかユニットなのにいろいろポジションが結構もうごちゃごちゃなってるから。山猫坊主さん、タワーありがとう、じゃーん、ありがとうございます。お手紙もありがとうございました、とっても可愛かったです、ありがとう、イエーイ、本当だ、頑張ったくす玉タワー来てる、待て、ありがとう、ピース、おみかんさんありがとうございます。俺書くくす玉、私がそんな、なんでお祝い、みんなのお祝いでしょうがみんなのお祝いですよ、この賞状と盾は。どうして、どうしてみんなの、あれなんですか、喜んでないの、もっとおめでとうじゃないよ、やったぜって言ってください。やったぜ、やっぱ俺って見る目あるなって思ってください。ちゃんと皆さんがさ、パセリを応援してよかったって後悔しないようなアイドルになるからさ、よろしくお願いしますね、皆さん。パセリの花がさらに満開になるように、わかった、もっとふさふさになるね、いっぱいふさふさになるね。会社の新年会、おお、おつです。新年会、新年会ってさ、やっぱみんな居酒屋さんとかでするもんなの、新年会。こんばんは、おみかんさん、くす玉タワー、オンラインでやんの、
新年会、今年はなし、ラッキーじゃん。あ、居酒屋なんだ。そうなんだ。なんかすごい気遣いそう。居酒屋さんってさ、なんか個別に定食屋さんみたいにこう来るわけじゃないからさ、みんなで分けるじゃん。なんかすごい気遣いそうなイメージ。あ、中華、あ、いいね。中華なら取り分け、居酒屋さんよりも取り分けしやすい。なんか一個一個の量が多いイメージがある。3年ぶりに新年会、うわ、いやー、そっか、コロナ禍だかなかったのか。パセリ会話の新年会、何、パセリでも食べるんですか。遠慮なく、焼き鳥屋、焼き鳥屋いいの、私も行きたいです、焼き鳥屋。焼き鳥、こんばんは、靴のまたはありがとう。お、個数が決まってる、それはいいですね。いいね。私さ、好きな焼き鳥とか分かんなくて、焼き鳥屋さんに行った経験が本当にもう数回、数えられる程度しかなくて、でその時もなんか小学校のさ、なんか部活のなんかお別れ会みたいなやつで、お母さんたち、保護者と子供で行ってみたいな感じでさ、なんか私その時ちっちゃい時って本当に人前でご飯食べるのが苦手で、だから豚バラ一本みたいなとかしか食べてなかったんですよ。だからさ、なんかそういうのが分かんなくて、何がなんかぼんじりとかもよく分かんなくて、どんなものなのかとか。だからずっとさ、美穂とも去年の年末に行こうって言ったんですけど引き受けなかったし、そらはさんとも行こうって言ってたんだけど、そらはさんも家族とかとお正月行ってて、この前もさらちゃんと行ってたりして、そう、私もなんか行きたいんですけどね。せせり、そう、せせりとかよく分からんのよ、まだこの年にして。クロさんおめでとう、ありがとう。そういうなんか部位が分かんなくてさ、気になります。つるさん、あ、今日もありがとう。ソリです、何それ、なんだそれ、秋祭りの屋台、いいね、いいですね。せせり、せせりって何ですか、どんな食感なの。砂肝はわかるよ、なんかちょっとさコリコリしてるやつでしょ。せせりってどんな、ぼんじりはどんな、軟骨はわかる、軟骨、軟骨美味しいよね。せせり、え、食感や、食感、食感を知りたい。ぼんじりを知り、せせり首コリコリする、え、軟骨、砂肝ぐらいコリコリ、脂も乗ってる、歯ごたえがある、好きだと思うよ。じゃあ好きじゃん絶対。足の付け根、せせりは喉、せせりってさ、1羽の鳥から結構取れるもん、1個だけとか、なんかそういう少ない希少部位みたいな感じじゃなくて、いっぱいこう切ったら取れるもんなんですか。あ、ぼんじりが希少部位なの、そうなの。せせり、そう、せせりはなんかもうテレビとかでさ見た時に、あ、なんか親近感と思ったんですよ、名前が。
希少部位なの？喉せせり、気になる。おしゃれ焼き鳥行きたいです。行ってみたいですけど、なかなか。みんな詳しい、焼き鳥マスターだ。そう、せり、トサカ？トサカ？え？トサカってニワトリのトサカ？食べれるんですか？どんな味がすんの？せせり？1羽から20グラム。え？めちゃめちゃ希少じゃん。じゃあ高いってこと？金柑？え？あのなんか丸いやつ？丸いやつですか？オレンジの？トサカ？どんな味がすんの、トサカって。トサカ？ひえトサカ。焼き鳥食べたい。なんかトサカなんか黒板をキーってした時みたいな、このゾワゾワ感を想像したら。2023年1月の13日の金曜日。見た目もあれですか？じゃあトサカはめちゃめちゃ希少部位じゃないの？あれ刻んであんの？そのままボーン出てくる感じ？トサカ。なんで食べようと思ったんやろ、トサカを。トサカのカレーとかね。焼き鳥食べたいです。確かに SDGs だね。あっちゃさんありがとう。3個3。もみじってなーに？ラーメンのスープの出汁になるの。なんかこのルームって毎日いろんな発見がある、新鮮ななんか情報がある。私にとってはみんな多分知ってる話とかなんだろうけど、私はもうすごく新鮮、日々が。私本当にさ、世間の食べ物とかを知らなさすぎてさ、アイスしか食べもんだからさ、なんかすごいいいね。あ、足なのもみ、あ、そういうこと、そういう形ってこと。もみじは犬かそれスターさんの犬だね。もみじ先月会いました、先々月かな、会いました。何全員に嫉妬するからこれから一人でよろしく。どういうこと、どういうこと、なん、どういう意味、どういう意味ですか。誰がどういうこと、何の話、急に。なんかこの色味可愛いかも、このペンとペンのこの色味の相性めちゃ良いかも、可愛いです。じゃーん、
おみかんさん、タワーありがとう。くす玉、このピンクと水色の組み合わせがめちゃ良い。ありがとうございます。今年も目を離さないでください。もっと好きになってくださいっていう内容が書いてる。ちなみにこの真ん中にいる丸っこいのはアンパンマンです。なんでアンパンマン書いたかっていうと、文を読むとわかるタイプのやつ。ありがとうございます。イエイ。うさぎ、あ、うさぎ年だね今年。たまたまうさぎ書いた。ありがとう、うさぎでした。イエーイ。パセリメールどうもします。してください、してほしい。カードリさん、小土ありがとう。博多、え、博多って焼き鳥有名よね。なんかさ、いろいろな、渦巻きみたいな、広島にもあるやつ、博多焼き鳥みたいな名前じゃない。ソレリスは1羽から2個。え、めちゃめちゃ希少部位じゃんそれ。命をいただいている、感謝を込めて食べる。ジョナラゴさん、お断りです。たまたまウサギ描いちゃった偶然のウサギです。この前さ、ダンスのレッスンの時にダンスの先生がいろんな曲流しとって、なんかストレッチをするよ最初にレッスンの時。その時になんかね、本当に48グループの曲流す時もあれば、全然知らない世代の曲とかを聞くこともあったり、今時の曲聴いたりとか、あと海外のアーティストさんとか英語とか韓国語とかのやつも流したりするんだけど、この前自分らしさを流してて、昨日か一昨日のレッスンで自分らしさ流れて、わ、めっちゃいい歌詞やと思った。自分らしさもともと好きだけどさ、なんか結構自分の中で刺さりましたね。なんかタイミングってあるじゃん、同じ歌詞でもさ、聞くタイミングによって歌詞がより響く時ってあるじゃないですか。それでなんかすごい良かった。あとオーバーテイク、私オーバーテイク大好きなんよね、もともとあのこのここにいたことっていうアルバムに入ってるオーバーテイクすごい好きなんですけど、それも流してて、え、本当に最高だった、そのストレスの時間が。でも他のメンバーが、え、この曲聞いたことあるけどなんだっけとか言ってるの聞こえるんよ。でそれ、いや、言いたい、え、じゃこれイントロドンしたいと思うけど、なんかそこでなんかちょっとひゃしゃり出るみたいなのはちょっとなんかできなくて、心の中でちょっとモヤモヤしてました。イントロドンしたいと思って、そしたら他のメンバーがなんとかですよってその後言って、え、早いね、すごいねみたいな、さ、なんか先生が言ってて、心の中で抑えてよかったと思いました。うわ、なんかたくさんの方が来てくださってありがとうございます。そう、オーバーテイクの歌詞ね、みんな見てほしいです。すごいね、すごい好きな歌詞なのよ。読み上げようか。そう、タイミングってあるじゃん、歌とか聴いてても。ちょっと読むね、歌詞カードあるから、ここに。この前ここにいたことを読み上げたけど、美穂の卒業発表の後。オーバーテイク読みます、いきます。初めから強い心なんて誰もが持っているわけじゃないんだ。細い枝も風に吹かれてしなやかにたくましくなる。もし君が悔しさに泣くのなら、押し殺した声隠さなくていい。どんな時も自信と不安混ざり合って夢見るんだ。みんなが帰ったグラウンド残って練習をしてること、僕は知っているよ。さあ越えていけ今僕たちを。目指すのはまだまだ遠い場所だ。同じ道を走るものを気にするな。前へ進め。思うように結果を出せなくて自分に苛立ったことがあるだろう。そばの人に当たっていても次のチャンス生かせないよ。選抜メンバー漏れて嘆くより、今君にできること努力しかないんだ。さあ見返せよその実力で。足踏みをするように待つなよ。上下関係気遣うほど甘くない。置いていくぞ。自分のゴールをしっかり見るんだ。大切な目的はチームが勝つことさ。さあ越えて受け今僕たちを。言い訳は全て捨て去るんだ。風のように僕の欲を過ぎてゆく君が見たい。さあ見返せよその実力で。才能は競われて光るよ。油断したら次は僕が追い抜くぞ君の背中。めっちゃいい歌詞。これは
あの私が棒読みだから刺さらないかもだけど、曲を聴くとより刺さります。すごいいい曲なんです。滑舌がちょっと悪いもんで。そう、いい歌詞。いっちゃんハートありがとう。超好きなんよ私。オーディションに落ちてる頃この曲をいっぱい聴いてました。この選抜メンバー漏れて投げてくよりってところは、あのオーディションに置き換えて聴いてましたね。もうね、このアルバム一番好きなんよ私本当。ハイスクールデイズも好きやし、これは何が入ってるかっていうと、多分ファンの皆さん48STU しか知らんよって方でも知ってる曲多いと思います。少女たちよと、オーバーテイク、僕にできること、恋愛サーカス。少女たちよは2期生のお披露目でもしたし、結構いろんなタイミングで2期生で披露してる曲だと、恋愛サーカスは今スタジオ公演でやってる曲で、風の行方、わがままコレクション、人魚のバカンス、君と僕の関係。君と僕の関係は多分卒業公演とかでよく聞く。この前のほのたんさんも卒業の時沖さんと歌ってた気がする。これあといい加減のすすめ大好き。これハイスクールデイズ、これが一番好きです。私このアルバムでハイスクールデイズ超好きなんよ。あかりんさんも好き。これ研究生のね歌、超青春って感じのやつで、チーム BOC はもう多分結構皆さんアイドル好きなら、48とかに限らずアイドル好きなら知ってるって人多い気がする。あとチャンスの順番は、これは毎回公演でやってるやつで、ビギナー、ポニーテールとシュシュ、ヘビーローテーション、ここにいたことなので多分知ってるっていう曲多いアルバムだと思うから、ぜひあの CD 買わなくても今時って Apple Music とかでも聴けるので、ぜひ聞いてみてほしい。私の一番好きなアルバムです。こうやってサインとかも入っとんよ、メンバーの。すごいよね。私小島春菜さんのサイン好きです。ゆきりんさんのサインも好きというか、字の書き方が好きです。超かわいい。私のサインね、私のサイン見たことありますか皆さん。クジだ、もうクジじゃん。私のサインさ、私のサインはね、ちょっと待って書くね、ちょっとお待ちください。私のサインは、これせ、これせです。せりかくまちゃんなんですけど、これ私のサインなんですけど、セリカのこの K をハートにしたのはゆきりんさんのサインをあの参考、パクリって言ったらパクリなんですけど参考にして、私さ学生の中学生の頃からゆきりんさんのサインをなんか書くのがすごい好きで、で絶対これ自分も入れたいと思ってたからクマの耳にしました。え、そう、今日お団子ヘア、さっきまでここで2個してたけど、お腹がグーグーなっちゃった。耳、これ耳、これとこれが耳でクマです。なんかそのオーディションじゃないや、 STU 入って最初の生写真撮影の日にサインを書いてくださいって言われて、これを書いたんよ。そしたらこれはミッフィーかなって言われて、スタッフさんに、ごめんこれミッフィーかな、ちょっと確認するね上の人にって言われて、OK かとかちょっと確認してみるって言われて、いやこれクマですクマのつもりで書いたらミッフィーって言われて、そう、クマちゃんです。かわいいよねこのサイン、セリカ、私のサインでございます。クマ、そう、セリカの彼、なかなか自分でも気に入っております。キャッチフレーズは未だに気に入ってないけど、これは気に入っています。サインは絶対に変えないけど、キャッチフレーズはいつか変えたいとは思っている。ミーフィーかわいいウサちゃん、ミーフィーお利口ウサちゃん、ミー
あの PR 舞台のねツアーの入り口のところに等身大でもあれ等身大じゃないんよ、等身大パネルだけど、なんかメンバーによって身長差なんかあるんですけど、まあ、一応等身大みたいなパネルがあるんですけど、そこに会場ごとにねサインとかコメント書いてるから、ぜひ沖縄とか東京でもチェックしてみてください。そこにもサイン書いてるし、ぜひぜひ。あと誤字、メンバーの誤字がすごい多いんよ。私も多いし、リンコとかも他のメンバーも結構誤字ってて、そういうのもならではかなって思います。だからぜひチェックしてみてください。セクシーなキャッチフレーズ、どんなやつ。見ておきさん可愛いでしょ、うさぎかと思ってました。あらあら、クマちゃんよ。でも気に入っております、可愛いです。そう、どんどん追加してます。だから今は、横浜と長崎と宮城の文が入ってて、次東京と沖縄で多分書く。あれ開演直前に書いてるからさ、本当に書きたてほやほやを見れます。ツアーの入り口のとこでぜひご覧ください。見てみてください、チェックして。パネル5時少ない。そう、でも5時、スマホってさ、スマホの5時って多分予測変換の5時が多いかも私。でも手書きの文字って、この前間違ったのが、あの寒いっていう字を、寒いっていう字のさ、ここのとこで突き抜けるじゃん、でもそれを突き抜けてなかったとか、なんかそんな感じの間違い。え、寒いかな、違う、なんかの字を間違ってたんだよね。あ、寒いかな。あ、PR 舞台ってよくごじる私、確かに。そうですね、沖縄だったら全部が見れるかな。あ、そう、東京は衣装の展示もあるんよ、シングルの。でも今回の新シングルはないので、ちょっとパセのオリジナル衣装とかはないんだけども、ぜひご覧ください。あ、おむこい、おむこいは一応全員選抜だからあるかもだけど、でも一着ずつだと思いますので、誰のやつが飾ってあるかは分からんけど、ぜひ衣装も見てください。なかなかメンバーでも衣装を見ることないからさ、じっくり自分が着るときしかないから。私暗闇と大好きな人、違う、間違った、暗闇、風を待つ、無謀な夢は覚めることがない、独り言、ヘタレたちを着たことないんですよ。だから見たことなくて間近で私も見たい、普通にファンの皆さんと一緒に。見たことない。私はね、大好きな人一回だけ着たことあって、大好きな人一回、おもこえは着たことある、で花だれは着たことある。だから3シングル分しか着たことなくて、じっくり見たいですね。ね、着たい、いろいろ大好きな人また着たい、あれ好きなんよ。唯一の1回の時に沖さんの着れたから嬉しかった。まだ研究生の頃に、そんな沖さんとも会う機会がない時に、あの衣装沖って書いてあって、シャーって思いました。あと私の初めて出たイモース、違う、イモースじゃない、スチューデンツの制服が、その時あのデニムの制服の時、2019年の制服の時だったんだけど、それも沖さんで、めっちゃ嬉しかった。沖さんなら、すごいと思った曲があります。そう、ペザルのね MV のやつ可愛いよね。推しの衣装を着れる、すごいことよ。でもいつか私もそう言われる側になりたいですね。おさきの衣装、シャッおさきでシャッってなりましたって言われたいので、頑張らなきゃ。今はオリジナル衣装は5着ぐらいはある、分かんない、どうでしょう。今日久しぶりにお昼寝しちゃったからさ、夜寝れない気がするんですよね。
だから夜復習をしようと思います。あとご飯を今日一食も食べてないからさ、パフェ食べに行って、カフェでパフェ食べて、プリンパフェで上にアイス乗ってて、帰ってきてアイス食べたぐらいで、めっちゃお腹空いてきたよ今になって。しかもさっき焼き鳥の話しちゃったから、めっちゃ食べたい気持ちになってる。いやね、ピアール豚の衣装も飾りたいけど、あれ7着しかないから、飾っちゃったら誰か私服で出なきゃいけなくなっちゃう。ご飯ね、何食べようかな。福ちゃんタコありがとう。12時までやらないよ、10時ぐらいまでやっても。今日は何も頑張れてないから、帰ってきて昼寝しちゃったから、やらなきゃです。本当に頭パンパンだから、他の人よりちょっと私は脳みその記憶力が悪いので、人以上にやらないとやばいので、本当はこうやってまったりしてる場合でもないのですがね、つい楽しくてやっちゃいます配信を。まこばやさんアイスありがとう。そうなんだよね、今日もマイハさんに、え食べてるって心配されて、今日マイハさんとリコちゃんとソラハさんと同じ時間帯だったんですけど、リコちゃんにもマイハさんにも心配された。でも自分的にはなんか、まだもっと痩せなきゃと思っております。陣内さん餅ありがとう。ピアル舞台面がさ、異次元レベルに細い人しかいないから、レッスンのたびに鏡に映るときに自分が太く見えるんよ。なんかあやばいって思っちゃって、だからオートミールしかないですね。オートミールにしようかな。オートミールとサバの味噌煮とかにしようかな、この時間に。でも今日動いてないよ全然、歩いたぐらい。しかも雨だったからさ、カフェ行ってすぐ帰ってきたよね。だからちょっとおでん、食べたいけど絶対もう近所のコンビニとかおでん売り切れてる気がする。あるかな、この時間。大根いつもないよ。でも卵食べたいかも。確かにコンビニでもな、ちょっとこの時間行くの怖い、雨降ってるし。食べなきゃ、健康第一大事ね。確かに、あかりんさん、あかりんさん今さいないの？福フェス？でも明日でしょ、まだいるかもよ。おでんの大根買い占めて、あの福フェスに臨むかもしれんじゃん。だからあかりんさんが大根めっちゃ好きやけんね、仲間です。しかもジャイアントコーンも黄色好きらしくて、仲間めっちゃ、食の趣味が合いますな。合うわ、明日だね。福田さんとさ、マイキューさんはさ、ツアーもあったりして大変や、覚えることが私以上にあるわ。私も頑張ろう、先輩方頑張ってるけん、もっと頑張らなきゃ。大根おいしい。なんかもっとどこのコンビニでもおでんを置いてほしい、悲しくなっちゃう。止まってる？止まってますか？止まったの？止まってるの？どうして？喋ってるしお腹は鳴ってるよ。なんで？止まらないでください。こんばんは。お帰り、私ずっといたのに、みんなどこにいてたんですか。困るなぁ、泊まられると。なんで、なんで、すぐ泊まるじゃん。沖さん大根食べれるの？じゃあ今度大根パーティーでもやりますか。
てん。沖さんとまたご飯行きたいな。この前一緒行ったけど、ご飯じゃなかったけど、私はワッフル食べちゃったけど、めっちゃ美味しかったよ、そのワッフルが。だからまたご飯、ハンバーグ行きたーん。ハンバーグ美味しそうな店があってさ、行きたいんですよ。でも写真集あるからね、行きたいけど、しかもお互い今ピアノ舞台あるけん、ね、なかなか、ね、こんばんは。黒さん、タコありがとう。大根丸ごとおでん、なんだそれは。ユミリンさん、え、ユミリンさんおでん煮るの？すごいすごい、自分で作るの？すごい、ユミリンさんお忙しいのに自炊で、偉すぎ、偉いね、すごい。ゆで卵食べました、いいな、ゆで卵大好き。どんなん、私はアイドルな、超アイドルなブリブリオキさんなんか斉藤渚さんみたいな服を着てるオキさんとか、なんかピンクのフリフリの衣装みたいな、ザ・アイドルみたいな衣装を着てるオキさんとか、どうですか？でもリコちゃんとかと前話したことがあるんですけど、なんか写真集が決まる前とかから喋ってたことがあってなんかでもそれなんか恥ずかしいな、自分のなんか癖を話してるみたいな、恥ずかしいからちょっと内緒にしますね。でもなんかそんなあの水着とかではないです、じゃなくてなんか普通に暮らしてる沖さん、家で暮らしてるような沖さんが見たいですね。なんかちょっと肝がられそうだから、これ以上沖さんに肝がられたくないからちょっと内緒で。でもそんな皆さんがなんか想像してるようなコンプラ違反とかではないです、私の言ってるのは。でも逆にそういうのの方が癖じゃない？なんかさ、ファンの皆さんはきっと水着とかが見たいんだろうけど、私はそういうのじゃないけど、なんかわかりますか？言いたいこと。うわー、お私か、いいな。でも私も買います。ショールームとかであるんかな、なんか週替わりのさポストカードがつきますみたいなとかあるんかな。そんなの出たら困るよ私、買えないって。そんな毎週は貯金しなきゃじゃん、アイス我慢しなきゃなの。洗濯物して、あ、ありですね。私がなんか欲しいのはアパートで暮らしてる沖さん欲しいですそれはリコちゃんと話したことがあって、去年とかに、全然沖さんが決定する前からリコちゃんとなんかよくそういう話をするんですよ、工藤リコちゃんと。あ、止まった、やばい、コンプラ違反だったかも、止まっちゃったかもです。なんかそういう滑り台の階段みたいなところのついてるアパートみたいなところで暮らしてるですかね。あ、料理作ってる、あ、いいですね。でもなんか、いやでもさ普段作らないって知ってるからさ、なんか日常っぽいのが良くないですか、ね、どうなんだろう、やっぱなんか求めてるもの違うかもしれない、みんなとは。ループしてる、いつもなんか沖さんの話したら止まるんですよねなんで、なんで、なんで、なんかひなさんの、ひなさんの写真集とかやったらなんか台所みたいなところにいるオフショットのやつ見たんやけど、あれは好きでした。ちょっとどういうのがあるかな、ちょっと今推しメンの駒田さんの写真集ちょっと見てみるね、どんなの。あー、え、あ、いい、わ、これいいです。靴履いてるショットめっちゃ良い、セーラー服で靴履いてるショットめっちゃ良いです。あ、いい、
田んぼ道を自転車で走ってるのめちゃ良いです。あ、髪めっちゃ可愛い。この駒田さんの写真集いつ見ても可愛い。あ、いい、こういうパーカー女子みたいな、なんかソファーの上でゲームしてるパーカー女子みたいなの良くないですか？どう？みんな的にそういうのがいい。私え、可愛すぎる、めっちゃ可愛い。可愛い、アイス食べてる、いいな。可愛い、おしめ可愛いです、可愛いね。沖さんのパーカー姿みたいかもしれない。なんかブカブカのブカブカパーカーとかみたい。こんばんは。アイスを食べる写真集出してほしい。え、いいね、アイスいっぱい食べたいけん、いい。アイスを紹介するっていう、瀬戸内のアイスを紹介する系の本みたいな作ったらさ、いっぱい食べれるかな。ワイシャツいいね、いいですね。そういうなんか日常的な写真が好きかも、私は。写真集とかでもなんかさ、水着とか見るとなんか見ちゃいけないものを見ている気がして恥ずかしくなっちゃうからだから、アイス、瀬戸内アイスの紹介もっとしたいです。でも徳島のあの私の行きたいくるくるなるとっていう道の駅があるんですけど、そこを行き方調べたら1万5千円ぐらいしたんよ、新幹線でだからさ、さすがにちょっとなぁと思って。兵庫のさ、兵庫県の行きたいアイス屋さんも1万5千円ぐらいするんよ、交通費が。ちょっと2カ所行くだけで3万飛ぶのちょっとやばいじゃん。アイスのためはおしめに会いに行くなら全然出せるけど、アイスを食べるまた、アイス食べたいけん、また頑張って出すのはありだけど、その後の人生をさ、他のアイスもいっぱい食べたいのに、そのアイスのためだけに出すのもちょっとなんか難しいなと思って、ね、ね、海鮮丼やばいよね、あれ山盛りだったよ、見た？ネットですごいよね、びっくりした。普通の道端で振り返ってる奥さん、え、めっちゃ良い。今さ、道端でひっくり返ってる奥さんって空めっちゃなんかセミみたいな、やだよと思った。振り返ってる大きさんだった、想像してしまった、もうこけてるやんと思ってなんで配信止まるんだ。チャートリロケ、マイカーのロケ行きたいですよ。マイカー、いや、ふとうちピアノ舞台で行きたいかも。アイス好きがマイカーあんまいないから。マイカはリコちゃんかき氷好きだけど、他のメンバーそんなアイス食べてるイメージないけん、リンコと行きたい私ね。沖さんの話したら止まっちゃうやだよ、リンコとロケに行きたいですって。くるくるナルトとサリータのアラゴスタソフト食べたいです。あと他にも釜玉ソフト、香川県の食べたいし、いろいろ。あと山口のさ、リンゴが乗せてたいっぱい種類のあるアイス屋さんも行きたい。あーちゃさん、お断りです。バツ。アイス部作る？リンゴとパセだ今。アイコじゃない、リンゴとパセと、でもサヤも結構アイス食べるよね、私ほどではないですけども。だからストーチピアル舞台、あ、千穂さんも食べるけん、やっぱピアル舞台ですよ、アイスは。担当はピアル舞台の4人で
なんかアイス番組をお願いいたします。千穂さんのセンター祝いとかでなんかついでに私も入れてもらえたらお願いします。アイス旅ね、楽しかった。めっちゃ、しかも普段行けないような山の中にあるアイス屋さんとかも行けたし、すごく良かったです。私ね、行きたい瀬戸内のアイス屋さんをメモしてるんだけど全然、いやでも結構行ってる方なんよ。行った瀬戸内のアイス屋さんも書いてて、この前見返してみたら結構クリアしてたんよね。だからちょっともうちょっと食べたいね。千穂さんの舞台めっちゃ面白そうよね。可愛い、しかもあの写真、そう、車があった方が便利っぽいよね。サリータ、そう、チョコ屋さんのやつがめっちゃ美味しかったんよ。上に乗ってるあの粒が食感があって美味しいの。だから今日勇気出してメールにさ、スタッフさんへお願いしますって書いてみた。この前レッスンの時に、あの STU プライムとかでロケ行けないんですかって聞いてみたけど、無理って言われてSTU プライムはちょっと厳しいかなって言われて、だから何かまたあればぜひ、アイスの時はぜひパセリをお願いいたします。わ、いいね、みほりん卒業前にあの3人で、犬の3人ね、みほりんとりこちゃんとパセリの3人は犬っていう犬の絵文字の1個だけ、そのグループ名それだけの LINE グループが2年前からあるんですよ。で、そう、犬で、この前スタッフさんに犬でもっとお仕事したいですって言ったら、もうこれ以上ユニット増やさないでって言われて、もう2期生ユニット多すぎるからこれ以上増やすなって言われてでも犬はずっと2年前からあるから、あのこの前さ、私があのリコちゃんの写真載せた時にさ、リコちゃんからリプで犬の絵文字が来てたと思うんですけど、それはそういうことです。犬涙涙みたいなやつ、そういうこと、犬の3人ってこと。犬、そう、マジで多いよ2期生。ゆらさら、吉田中はまた、高崎綾子、 3R とかめっちゃ多くて、他にもいるでしょう。だって犬、そう、犬はねグループ LINE で活動してます、密かに。2年間ひっそりと。あ、リンゴパンもいる。リンゴパン優勝したもんね、アリのやつ、ザ・アンツで。ね、リンゴパン、あ、さやかて工藤もあるし、さやかて工藤と、あとはあやパセリ、パセコジ、あとパセリコチ、めっちゃあるじゃん。あとは高崎彩子の活動はね、なんかあるじゃん、モバイルサイトのやつが、あれね、4人のスケジュールが合わないからなかなか撮れる日がないっぽかったですなかなかね。こんばんは、あ、のぶよ、でも2期生じゃない、そらはさん、多すぎる問題、コンビがこれ以上増えたらもう大変だ、みんなも覚えきれないし、コンビ中の人は大変だ大変だ。結局もう9時半過ぎちゃいましたね。やっぱ10時までかな今日は。お腹空いた、ご飯食べてない、食べたいです。でも買いに行くのはちょっと面倒かも。あ、鍋焼き、鍋焼きあるわ。そうじゃん、鍋焼き、マーニー、マーニー見たい、録画してるよちゃんと、多分きっとできてると思います。どうだろう、わかんない。おみかんさん、餅ありがとう。寒くなってきた。さっきまで暖房つけとったけどさ、切っちゃったから寒くなっちゃった。マーニー、マーニーさ、本当不思議なストーリーよね。説明難しいよね。ネタバレになっちゃうけ。焼き鳥諦めて焼き魚食べた。あ、焼き魚もいいね。いいね。焼き魚。海鮮丼食べたかったよ今日。食べたいです。
めー海鮮丼焼き。でもシェイクシャックも食べたいんです、ずっと。でも広島ないけん食べれないんです。今日ソロハさんとも言った、シェイクシャック食べたいったら、ソロハさん落語でさ東京いるじゃないですか、2月とかだから食べれるんだとか言ってた。いいな。私はピアノ舞台で東京今月行くけど、多分そういうあのテイクアウトとかで食べる時間はないけん、リハとかツアーの日はちゃんとお弁当とかあるけど多分行けないから。ふう、そうマウント取られちゃって。こんばんは。相棒はあ録画できてた。でもね見たんだけど、私見てる途中にさいろいろ準備しながら見ちゃうからさ、何回も見なきゃ何回も最初から見てるんだけど、何回も立ち上がったりしちゃうけんさ、また見なきゃいけない本当にね容量が悪くてね。てんや、あ、てんやってあれじゃん、ゆめちさんのやつや。東京、東京帰ります。帰るの気をつけて帰ってください。雨降ってますか？関西って雨降ってんの？関東雨降ってるってさっきコメントあったけど、関西も降っとんの？てんや、てんや食べたことない。え、親子丼が食べたいんですよ。あ、え待って、お名前やばい、お名前呼んだみたいになっちゃった親子丼が食べたい、ずっと2年前から、2年前にね親子丼食べたくて、広島のおすすめの親子丼屋さん教えてくださいって言ったんよ。そっからまだ1回も食べてないの親子丼、やばくないですか親子丼食べたいけどさ、なんかメンバーとご飯行くってなって、親子丼食べたいんですよねとか、食べたいんだよねとかメンバーに言ってもさ、あんまり行こうじゃならなくて、他にもこれも食べたいみたいな上がるじゃん候補が、あそっちにしましょうみたいな、そっち行こうとかなっちゃうけん。高崎愛子とかで行くとびっくりドンキーとかお好み焼きとかばっかだから、なかなか親子丼に行こうっていう流れにならんくて、私一人で外食もあんまりしないからさ、なんかせっかく外食するならメンバーとかと食べたいと思って、人と食べたいと思うけん、なかなか。そうなんですよ、親子丼食べたい、大好きです、食べたいな。そう、地鶏とかの食べたい。他人丼、他人丼って何が入っとるん？他人丼、豚肉ってこと？牛肉とかってこと、ね、この前さ、佐竹さんが、佐竹さんがロケでさテレビでね、あの鉄板じゃないや、石窯みたいな釜飯の親子丼屋さんに行っとって、そこも行きたいんですけどね、沖さんに聞いて一緒行ってくれそう、行きましょうって言ったら行こうって言ってくれそう。そう、なんか今スケジュールがさ、 PR 舞台のことは休みの日とかが結構合うじゃないですか、だからヤンかリンコか沖さんとか親子の、あでもなんかうなうなとか仲を言ってるイメージあるこの前行ったよってよく言ってるイメージが、めっちゃお腹グーグーなる。さっきのコメントであったさ、なんか嫉妬が道具のコーノみたいなやつって何だったんだろう、結局何だったの。全員と仲良くしたら嫉妬するから、なんとか一人にしてねみたいなコメント、誰が言ってたんそんなこと。私のさっきコメントであったじゃないですか、結構前、何だったの。ヤンヤンが言ってたの、いつ、絶対嫉妬してないよサヤン。じゃあなんかね、この前サヤンとシナシタンタンメン行ったらさ、お店閉まっててさ、国松行ったら閉まってたよね。でも行ったよ一昨日ぐらい、サヤンとご飯、サヤンが言ったの。ヤンヤンが沖さんと仲良くするのはパセに気を使わなくなった、どういうこと。あ、パセがおるけん仲良くできんかったの。え、そんな気遣いをしてくれとったん。
何その気遣い。でもきっとサーヤの方が奥さんと出かけてるとか一緒に過ごす時間多いから、全然昔は嫉妬されてた。いや全然そんなこともないけどな、いいなと思ってたけど、もしかして気を使わせてましたかね。申し訳ない。申し訳ない。全然ね、気になる店がめっちゃあるんよ。さっそうって店も行きたいし、キングケンも行ったことないしさ。でも私山椒の味があんまり得意じゃないっぽくて、だから山椒が弱めなところってありますかね、おすすめ。なんか前教えてもらったあのマサラも行きたいし、チーズ炙りチーズの担々麺でも食べれるから逆に行かないんよね。別に今日じゃなくても行けるかと思ってなんかカフェとか行っちゃうんですよ。期間限定のパフェとかあったりするから、しなし担々麺に行くってならなくて、サーヤンぐらいですかね。でもこの前行ったら閉まってたんだよね。また電波悪いの？もういい加減にしてよね。マサラタウン、さよならバイバイ。いやパンちゃんご飯誘っても来ないから、断ってくるから無理ですね。行ってないわけじゃなくて、行こうとは言ってる、行こう行こうっていう話になるけど、なかなかまあいろいろメンバーによって食事制限とかのタイミングがあるのでね。だからね、高崎彩子でご飯に行かないっていうのもそういうのもあるんよ。それぞれが何かしら舞台とかさあったり、お仕事とかあったりして、こう4人が揃う時がないっていうのが高崎彩子のご飯が少ない理由ですかね。俺はこいつと旅に出るピカチュウ、たとえ火なんとかの中、たとえ火の中、水の中、草の中、森の中、どっち何かしらの中におるやん。何かしらにおる。そう、パッコちゃんは何が好きなの。ジロくんレインボースターありがとう。なかなか大変だけど、そう急にスカートの中入るけんね。急にね、急に入るからね。そんな状況あるってぐらい。だってねえ、びっくりしちゃうよ。高崎彩子はね不思議でも、なんかお互いがこう支え合ってるって感じです。誰かが舞台の初日とかなんか大きいお仕事決まったりしたら、おめでとうっていうグループラインで祝ったりとか、悩み事があったら聞いてくれたりとか、なんかそういうお互いを一緒に過ごす時間は少ないのよ。やっぱりお仕事の会う日が4人でいる日ってなんかなかなかないから、2期生のお仕事最近ないじゃないですか。だからないんだけど、減ったんだけど、でもなんか最近あの誰々あんま元気ないよねとか、こうメンバーその高崎英子の4人で誰かが元気ない時、こうメンバー同士でこう言ったりとか、なんかそういう感じです。そういう関係。本当だ、1万人が見てくれてる、嬉しい、恥ずかしい。ありがとう。うん、だからあんま依存しすぎてない関係って感じ。多分私が一番依存してるんですよ、高崎彩子で。私なんかすぐさ人に依存するからね。お腹グーグーなってる。理解しました。あ、理解してくれました、よかったです。そういうことです。そうだからなんか4人でどっか出かけるとかもうまあ最近は減ってるけど、行くときは行くし、行こうねとは言ってるんだけど、なかなかね。そういい関係だと思います。なんかこうつかず離れずというか、支え合ってるって感じ。支え合ってるというか、私がめっちゃ支えられてるんですけど、私が一番結構相談事とかしてるかもしれない。
でもみんな肯定的なんよ。なんかすごいね、いつもね味方でいてくれるのですごく嬉しいです。うん、いい距離感だと思うけど。個性強めかも。 B 型、パンちゃんとサヤン B 型で、私本当に血液型とか気にせず生きてきたタイプの人だけど、高崎彩子で過ごす時に、ああ B 型なんだなって思う時がやっぱあったから、血液型の性格ってさ本当にさ、なんかいやそんなわけないじゃんみたいな感じで思っとったんよ。でもああ B 型なのかって思う。マイペースですね、やっぱ超マイペース。隠れ家の収録してないです最近。マネージャーさんもスケジュールが合わなくて困ってるって言ってた。なかなかって言ってた。うん、 B 型って思う。うん、だからなんか S2 の2期生結構他のメンバーもそうだけど、人生で出会ったことないタイプの個性強めな人が揃ってるからさ、なんかすごい新鮮な日々ですね毎日が。ああこういうすごい人がいっぱい集まって素敵なグループと。こんばんは、やっほー。高崎彩子でユニットしたことあります。この前初めてしました。ずっとなんかできたんよ、ずっと同じひまわりって曲でずっとあったんよ。でも毎回彩子がいるとき私が違うポジションとか、私が出るとき彩子違うポジションとか、そういうので被らなくていつも。でこの前の2期生の3周年公演で初めて揃った、揃ったというか、あのマネージャーさんがそういう 3R 吉田中はまたゆらさら高崎彩子って組んでくださってやっとできましたひまわり。でもガラスのアイラブユーとかしたいんですよ、クラスメイトとかブルーローズとかね。えブルーローズしたいです高崎彩子で。すごいあのマイクスタンドを扱うのに個性です。そう、えそう、なんか昔から知ってる感はある。感動した。えもっと頼ってほしい他のメンバー。私なんかさ人に頼られることを頼られてるのか分かんなくて、だからもっとなんか私人に頼相談とか、リコちゃんとかはやっぱ多いけど、もうでもなんか自分が圧倒的に悩み相談とかしてる気がしてさ、この前のサヤの生誕のお手紙でも書いたけど、なんかもっと人に頼られるような人間になりたいと思っているんですが、なかなかどうなんだ、頼ってもらえてる方なのかな。でもね、あの入った時から最年長だからしっかりしなきゃっていうのがあるから、あんまり高崎彩子以外に相談とかできないタイプです。悩みがあっても出さないようにしてるメンバーの前じゃ。でも高崎彩子の前は出ちゃうんですよね、こう聞いてほしくなっちゃう。どうなんだろう、もっと頼られたいなと思います。ね、どうなんだろうね、分かんない。ちょっとこのここ巻いてないからなんか気になっちゃう。強がり時、なんかさフォーテッドグループの歌詞をさ改めて見返すとさ解釈が変わってる時ある。昔聞いた時はなんかよく分かんなかった、なんか幼すぎてさ、小学生とか小学生じゃない中学生とかの時に聞いてもどういう意味なんだろうみたいな時あったけどさ、今聞き直すとおお深いってなる時ないですか皆さんも。公演曲とか、なんか公演曲ってさなんかもう雰囲気楽しんでたんですよ私ずっとでも改めて歌詞を聞いてみると、あそういう意味かみたいな、なんかやっと理解が追いついてきた気がする私最近やっと。深い、そうだね、
こんばんは。今日はね、歌唱力である曲歌ったんですけどね、なんかね、その曲はあのお母さんが昔から車でよく聴いてた曲で、なんかその頃に聴いてた気持ちとか思い出した。また放送されたら言いますね。でもめちゃめちゃ私ほんと歌がさ得意じゃないけんさ、めっちゃ緊張してしまった。でもよかったら見てください。他のメンバーたくさんあの上手い子いるので、ぜひ STU 応援してください。私映像総括見ようとするとね、なんか見えないんですよね。あのショールームとかはさ映像倉庫で見るんだけどさ、最近映像倉庫入ろうとするとなんか再生できませんみたいな出るんですけど、出る人いますか？同じような人います？福ちゃんいいねありがとう。いる？なんかならないんだよね。めっちゃお腹グーグー鳴ってる。お腹すいた、うん、ちゃんとお金を払ってますよ。払ってますよ。自信持っていいと思います。優しい、ありがとう。何、星、星って何、星って何、なんでだろう。でも検索したら同じような人ツイッターにはいたんよ。見れないって書いてる人いたんですよ。だから多分きっと一人ではないと思うんだけどね。ハピバラミキヤさん、ご飯ありがとう。そう、ハラペコ今日ご飯食べてないけん、アイスしか食べてない。今日プリンとアイスしか食べてない。星なんな、あ、56分、やば、終わる。でも星が気になる。星何、星、おお、お腹がグーグーなってます。栗原貴博さん、タコありがとう。欲しい、欲しい、欲しい。わ、いっぱい流れ星がコメント欄で流れていく、素敵。お願い事しよう。10枚目も選抜に入れますように。美味しいものをたくさん毎日食べれますように、太りませんように、ファンの皆さんが健康で過ごせますように。 PR 舞台の東京と沖縄無事に7人で立てますように。やばい、フラグかな、やだよ、やだ、なんか私怖いんですよ本当に。だって他のメンバーはまだ今無敵期間だけど、私は無敵じゃない。ねえ、お腹が鳴ってる、お腹すいた。おいかんさん、レインボースター10個。ホイップ団子さん、あきおめ10個。ジロくん、レインボースター。山猫坊主さん、レインボースター2個、ありがとう。ありがとう。何だったの、結局。流れちゃった、星とともに。何だったんだ。星の、あれは。じゃーん、じゃーん。じゃらじゃん、じゃん。あっちゃさん、アイス、ありがとう。オエルさん、レインボースター10個ありがとう。もう終わるよ、10時に終わるよ、ちゃんと。もう2時間半しちゃったもん今日も。でもスープ系食べたいかも。いや、むくむかな、欲しい。ツイッター課金したの、ツイッター課金したんですか。私もあの公式マークみたいなやつ欲しい。でも金色がいい、私は。若林さん、餅ありがとう。欲しい。何？なんだ、気になりますね。パクチースープいらん。食べれないもん、パクチー。いらないよ。
いやでも先輩でもさ認証マークまだついてないからさ、私とかまだまだつかない気がする。だってあかりんさんリンゴで代用してるもんまだあかりんさんリンゴだもん。お湯を入れて3分、何かな、なんだろう、カップ麺、シーフードヌードルがいいな。それかうまかっちゃんか札幌一番味噌ラーメンがいいな。けんちん汁いいね。豚汁なんかスープ系食べたい。つみれとか入ってる系ね。なんでつかないんだろう、認められてないのかな世間的にアダムダーさん餅ありがとう。餅ゾウイミ、あ10時になっちゃった。え結局星がわからないまま終わる、もやもやして終わるじゃん。なんだったんだ一体、気になる、ですか教えてよ。そう団子してます、イエーイ。サムゲタンはいいね。私サムゲタンをねなんかの遠征の時にサムゲタン買ったんよ、コンビニで。でホテルに戻るまでになんかレンジでチンしてもらって、蓋が開いとってそれが素手についてずっと臭かったことある。一日中ずっとサムゲタンの香りをここでさ書いてたことあるよ。カピバラミキヤさん餅ありがとう。餅星なーに、サムゲタンコンビニで売ってました。あのカップに入ってた、カップのなんかスープみたいな。サムゲタン終わるか。耳がボワボワしてきた、食べなきゃやばい、やばいぞ、またやばいよ耳ボワボワ症状出てきたから、実はさっきからずっと出てました。やばい、食べねば。皆さんありがとう、今日も見てくれて。あとなんかちょっとここちょっとあれだもん、え痩せたかな、もしかして。でもショールームってね痩せて見えるからね、たどりより。どうでこっち側から撮ってるから、私こっちから撮ると細く見えるんですよ。こっちからね映るとカメラ映りもこっちから映ると太く見えるんで、こっちから映ると細く、ここのフェイスラインの関係でね変わるんだよね。でも今日はこっちだから細く見えるだけかも。でもいいや、嬉しいから。ふくちゃん回復薬ありがとう。星が気になってモヤモヤして終われないです終われないです。何ですか、何ですか。元から痩せてる、いやそんなことじゃないよ。私今日マヤハさんにも言われたけど、私あの太ってた頃あるって言われたけど、私はあのあるよ。 STU 入ってからが人生一太ってました、マジで。あの今あもう終わったか、あの DMM のさアーカイブのあれであったあの頃とかめっちゃ太い時期、僕体の頃とか太い時期。今僕体したらもう僕体またしたいです。このちょっと痩せた状態で、あの頃よりは細い状態で、あの衣装を着たいです。でも体力が減ってるかもしれない。カードイさん餅ありがとう。おいしわからんかったけど、もう終わるね。もう2時間半したけん、もう3時間はさすがに毎日3時間やばい。最近3時間の日とか多すぎるけん、ちょっと終わろう。僕隊をセレクトしてくれてありがとう。いや、私が出てる声が僕隊しかなかった僕隊とかしかなかった。なんかね少なかったんよ選べるやつが。そうでも木体なんか木体のこの日のやつがいいってやつがあったよ。あの私の生誕が良かったんやけど、12月と1月からしか選べんくて、私11月に生誕しちゃったけど選べんくて、だからいつかはまた会ったら自分の初めての生誕の時のやつにしたいなと思っています。
ね、アイドルなんてしたいよね。お疲れ様でした、ありがとう。話し会で聞く、いやでも他のメンバーのファンの方やったよ、さっきのコメント。なんなの、配信時間1位、私そうだ、私イベントじゃないのにさ3時間とかしたからねやばいよね。ございます。あ、電波悪いや、電波悪い、終われって言ってます。終わるか、止まったね。またみんな今日も見てくれてありがとうございました。じゃあ壇上読みますね。13位クワドリさん、12位ジノラゴさん、11位ジロク、10位ジンライさん、9位トニさん、8位ワウワウさん、7位カメさん、6位クロさん、5位山崎さん、4位福ちゃん、3位ヤスベイさん、2位山猫坊主さん、1位おみかんさん、ありがとうございます。ありがとう。止まる？壇上どうだった？聞こえてたかな、ちゃんと。いけた？グーバット、ありがとう。またね。また明日。また明日です。おやすみなさい。バイバーイ。